ニュースをお伝えします。各国の人が朝鮮民主主義人民共和国創建76周年の祝電と祝賀のメッセージを通じて敬愛する金正恩総書記を熱烈に称えました。ソ連共産党中央委員会第一書記は、今朝鮮は勤労人民のすべての権利と自由が口先でなく実際的に保障される社会主義国である。朝鮮の威力は一層強まっており、社会主義の陣地は絶えず固められていると述べました。ロシア民族救国戦線委員長は、金正恩総書記の正しい導きによってもたらされた朝鮮の確固たる地位と国際的権威は平和と安定の根本要因であり、社会主義建設のための道でさらなる成果を達成する保証だと強調しました。ルーマニア民族社会主義党最高理事会委員長、アジア地域自治思想研究所副理事長は、金正恩総書記の導きがあるので朝鮮は誰もあえて手出しできない強国になったと称えました。ハンガリー労働党委員長、統一ブルガリア共産主義者同盟および共産主義者労働党共同委員長は、金正恩総書記の導きのもと、朝鮮では中央発展 20×10 政策が党全体の活動で成功裏に推し進められている。朝鮮は自らの力によって大きな発展を遂げる理想的な国家となっていると述べました。各地の農村に立派に建てられた新しい村は、新時代の農村革命綱領の正しさと生命力をそのまま立証しています。チェチェン軍の新自動農場と新村農場にも、昨年に増して変貌を遂げた新しい村々が建てられ、勤労者により文化的で裕福な生活条件と環境を提供することになりました。現地で行われた新居寺の集いに、朝鮮労働党平安南道委員会キム・マンジョ書記、ヘチャン軍の活動家、建設者、農業勤労者が参加しました。軽工業部門で設備の近代化と整備補修を推し進めています。キム・ジュンスク平安防食工場では、数十台の製帽機と連乗機などを補修し、フレキシブルレピア食器を改造しました。各地の防食工場でも設備の性能の更新で進展をもたらしています。平安靴下工場では、生産者の技術熟練度を高めて設備の性能の更新と品質向上に役立てています。各地の製菓工場で設備の製作と整備補修が行われています。平安日用品工場、万元で革命史跡地記念品工場などでは、生産工程を技術的に管理するのに力を入れています。海外韓国で原則による傀儡の悪性に奮撃した各階層の大衆的な構想が日増しに拡大しています。労働者と農民、青年など各階層の間で共同戦線を形成して、原則による傀儡政権を退陣させようとの動きが活発になっています。25日、全国民衆行動と原則による政権退陣運動本部、全国市場自局会議などが共同主催による記者会見をソウルで開き、来る28日、全国的に原則ある政権退陣を求める大規模な自局集会を同時多発的に行うだろうと宣言しました。記者会見に参加した人たちは、原則による傀儡政権によって戦争危機が高まり、民政破綻、対米対日追従行為、汚職乱難などが浮上するとし、原則による傀儡政権の退陣がまさに国民の命令だと強調しました。それで参加者たちは、各地での原則による傀儡政権の退陣のための大衆挙げてのキャンドル闘争の計画を示しました。以上でこの時間のニュースを終わります。アナウンス担当は菅孫妃でした。こちらは朝鮮の声放送です。評価の基準は、平壌子ども食品工場で生産されるつぼみという意味のコンナグルブランドのさまざまな製品は子どもたちにとても受けています。質
1904年2015年11月のある日、敬愛する金正恩総書記は平壌子ども食品工場を訪れました。この日、サンプル室で工場で作ったさまざまな子ども食品を詳しく見た総書記は、生産工程が近代化され、製品分析テストなどで立てられたので、これからは味をもって他の国と張り合うべきだと言いました。そして、子どもの口は騙せないものだ、子どもの口ほどセンシティブなのはない、同じ粉ミルクでも子どもがこの工場のより他の国のものをよく飲むと、この工場のものは味がないという意味だと言いました。これは平壌子ども食品工場で生産される製品の評価の基準をどこへ置くべきかについての貴重な教えでした。評価の基準は、高大師と話しました。テソン三条をご紹介しましょう。テソン三条は5世紀前半、小栗高句麗が平壌戦闘を断行する際に増築した城ですが、その規模が大きく、築造技術にとても優れています。小栗は紀元前277年から紀元668年まで存続した諸村初の封建国家でした。強大な国力を誇っていた小栗は427年平壌戦闘を決め、前々から王宮の安楽宮を建てると同時に、防衛用の城である大規模なテソン三条の増築工事を進めてきました。テソン三条は周囲7076メートルで、諸村の三条の中では指折りの大きな三条です。城内は数十万人の兵隊も十分信用でき、それで都を防御する城としての十分な規模を持つ三条だということがよくわかります。社会科学院のファン・グムソクさんの話です。テソン三条の正門である南門は幅 13.8 メートル、長さ20メートルの基礎となる施設の上に築いた城門で、その他三条の20カ所に城門と非常時に出入りできる秘密の門が設置されていました。テソン三条で見られる主な特徴の一つは、城壁に狭間を数多く設置したことですが、これはこの城の防御力を最大限強めました。諸村民族の尊い遺産であるテソン三条の規模とその築城技術を見ても、勤勉で英知に富む小栗人の才能、発達した小栗文化の一端を伺い知ることができます。テソン三条をご紹介しました。